実際旦那様と奥様は大層喜んでいる。ようやく空森の女性としての自覚が生まれたとな。お嬢様はご自分から弱音を吐こうとはしない。私にだってそうだ。だからこちらから気を使い、困っていたら手を差し伸べないとダメだ。今は貴様に対して引け目を感じているんじゃないか。お嬢様が変わろうと思った原因は貴様だろ。だから女性らしい女性になろうとしている。私が教えられるのはここまでだ。あとは頼んだぞ。ああ、今回は貴様が彼氏としてしっかり責任を持って臨め。ご用ですか？お気持ちは嬉しいですけど、お忙しいのでは？ではお言葉に甘えさせていただきますね。予定です。どちらにしてもゆうまくんにはいろいろとお聞きしたかったですから、ちょうどいいですね。さすがゆうまくん、察しがいいですね。参りましょうか、幽霊部に。おう、ユウ、どうした？なに？仕分けの視察？やばいものを隠せ。いや待て、どんだけあると思ってるんだ。いつ来るんだよ。5分後？もう校庭に出た。待て待て待て、あー、これはまだ切るな。やっべ、芥川先輩、どうしたんですか？視察だ、仕分けの視察だ。空森隊長自らの視察だ。空森先輩ならそんなに厳しくはないんじゃ。甘いな、ひかりちゃん。仕事の時のあいつは鬼だ。鬼ですか？とにかく残りのメンバーと緊急会議だ。はい、すぐ呼んできます。大丈夫、話は聞いていたわ。クオン先輩、祈りさん、どうしましょう。果てしなくまずいですね。状況を整理しましょう。前に空森さんが警察に来たのはいつでしたっけ？物質が潰れちゃう前です。あの後結構物を増やしたわよね。まともに申請はしてないですよね。ここ最近増やしたものは没収される危険性が高いです。とにかく隠しましょう。そうね、ひとまず地下に隠しておけば大丈夫よ。いや、それはまずいです。若葉は地下の存在を知ってますから。そもそも空森さんもハンモックで寝てませんでした？そうね、私たちに馴染んでたわね。地下エンジョイしちゃってましたよね。ですよね。どうにか空森先輩を味方に引き入れれば。役人を買収ですか？考えが黒いですね。いい
いえ、決してそのようなことは。いいですか？どうぞ。もしかして物質取り上げられちゃったりするんでしょうか？最悪廃部じゃないですか？それは言わないで、いのりちゃん。戦いましょうよ、現実と。ギリギリまで戦いたくないの。いいえ、もうまさにギリギリで。仕分け委員です。幽霊部の皆さん、お話を聞かせていただけますか？若葉、もう来たのか。花咲くんも一緒なの？まさか仕分け委員に魂を売ったの？裏切りとか最低ですね。幽霊部は不透明な部分が多いですから、ユーマくんにもしっかりお話を伺いますよ。部長のゆうまくん、備品台帳と現物のチェック一緒にいたしましょう。まあこんなところですね。まったく、ちょっと好き勝手やりすぎですよ。しなくても若葉ちゃんはもともと可愛いのに。やっぱり花咲が悪いんですね。口調のままでいると空森先輩が決めたら、自分を殺してまで彼氏に好かれたいものなんでしょうか。私にはまるでわかりません。その上から目線うざいです。変わるなら、あなたが変わればよかったの。ユーマくん、私はそろそろ戻りますけど、あなたはどうなさいますか？
早速改善していただけて助かります。はい、書類とか面倒なのは花咲くんに任せるわ。